うん、あ砂に来たなと思ったらもうズボって埋まってるやつが一本あったから多分それでこっち側行ったのかなって思って、それでオロタで、それでオロタみたいなのが横に送ってきて、で左手にはオロタがずっと砂との切れ目があって、それで熊の実のところへ行って、あとはもう左手にオロタを見ながら今日砂とオロタの間切れ目っつうの、それをずっと行ってたって。なるほどね。でそれ帰ってきた時はゴロタを食べる。ゴロタってどのゴロタだろう俺てっきりこっち側のここをずっと横を左見ながらこう行って、そこに行って、あとここをそのまま食べる。でっかい岩が取れたよね。ああ、結構。